はい、こんにちは。ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事お願いします。はい、私からは平成19年度県政功労者の決定について発表いたします。県政の発展に多大な功労があり、その実績が極めて顕著であって、県民の模範となる方々を県政功労者として昭和55年度から顕彰してまいっております。本年度の県政功労者については、先に県内各界の代表者の方々で構成する県政功労者顕彰選考委員会にお諮りした上で、このほど決定をいたしました。本年度の顕彰は、まず岩手県商工会連合会会長等として、本県商工業の振興に貢献された小野寺辰巳様、そして岩手県農業共済組合連合会会長理事等として、本県農業の振興に貢献された小沢慎吾様のお二人といたしました。詳しくはお手元の資料を参照していただきたいと思います。なお表彰式は5月28日月曜日午前10時半から知事公館において行います。私からは以上です。以上で知事からの発表を終わります。それでは本日の進行は時事通信の鈴木記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。時事通信の鈴木と申します。よろしくお願いします。お願いします。今の発表事項について各社何か質問があれば社名を名乗ってからお願いいたします。IBC の大白と申します。選考委員会の決定を経てということなんですが、選考委員会はいつ行われて、どういうメンバーだったのかというところを教えていただけますでしょうか。そうですね、ちょっと今直接答えれる資料が手元になかったんですが、はい、質問いただいたのは、選考委員会のいつ開催されたのかということと、あとは選考委員が誰かということですね。はい、選考委員会が開催されましたのは今年の5月14日の月曜日午後3時であります。そして、平成19年度の県政功労者顕彰選考委員会委員は、岩手県医師会会長石川育成様、そうですね、名前の方を先に言いましょう。50音順です。石川育成岩手県医師会会長、稲葉岩手県町村会会長、小笠原一行岩手県農業協同組合中央会会長、小野田富夫岩手県森林林業会議理事長、菅三郎岩手県社会福祉協議会会長、斉藤育夫岩手県商工会議所連合会会長、谷藤博明岩手県市長会会長、平山健一岩手大学学長、三浦博史岩手日報社社長、そして渡辺公館岩手県議会議長の皆さんです。他に何かありませんか。今日は記者クラブを代表しての感謝質問はありませんので、各社質問があれば教師の上社名を名乗ってお願いいたします。NHK のクリスと申します。よろしくお願いします。はい、岩手競馬について2点伺わせていただきます。
まず第1期目、まだ4日ほど残っておりますが、昨日の時点で売り上げを 5.4% 下回っているという、この現状に対する認識をまず最初に伺いたいのと、今後に向けてなんですが、もちろんコスト削減などいろいろと言葉出ておりますが、いつまでに例えば目標を下方修正するといった報道もありますし、具体的に、できればちょっと具体的にいつまでにどのような対応策を考えているのかということを2点伺わせていただきたいと思います。はい、売上が現在計画を下回っているというのはその通りだと思います。そして単年度で赤字になる場合にはその年度限りで競馬を廃止する。競馬の存続のためには均衡ないし黒字が条件というルールが定められておりますので、競馬組合管理者、また後援団体の長の知事としては黒字を出せるように今後対応してまいりたいと思っております。今後の対応の仕方については、こういった場合に四半期ごとに計画を見直していく運営協議会、岩手県競馬運営協議会が設置されていますので、そこでコストの削減、また売り上げを増やす工夫等調整を図っていくこととなります。また並行して岩手県競馬監視委員会も設けられ、こちら過去のさまざまな検証も行いながら、今の競馬組合、後援団体に対して助言を行うというものとして設置されていますので、こちらの方にもいろいろ助言をいただきながらやっていくというふうになります。おはようございます。共同通信のレイです。1点だけお伺いします。競馬とちゃんと関係なくて、先週ですね、全国知事会があったと思うんですが、その点でちょっと1点だけお伺いします。いろいろなことを述べる機会があったのかないのか定かではないんですが、今の知事会に対してですね、昔の知事会と違ってですね、かなりですね、力が落ちてると。つまり、前の方々がいわゆる改革派と言われた人たちなのかよくわからないんですが、その人たちがですね、いろいろと政府に対してですね、申してきたというところがあってですね、ところが、今の知事会というのは全然そうじゃ、そういう力が全く落ちたんじゃないかというような指摘があるんですが、達増知事は、そういう全国知事会に対して、期待しているのか期待してないのか、期待しているとすれば何を期待するのか、その点を教えていただけますか。住民本位という観点からすれば、必ずしも力は落ちてないと思います。と言いますのは、いわゆる三位一体をめぐる知事会、いろんな動き、いろんな提言もあったわけですけれども、これは先週の全国知事会に出て皆さんの意見を伺っててもそうだったんですが、やっぱりあれはうまくなかったなという反省があると思います。つまり声は高かったんですけれども、結局住民にとってマイナスの決定を国にされてしまったんではないかという反省があると思います。その反省に立って、先週開かれた全国知事会でも、まず住民の利益というものを真剣に考えながら、地域間の対立のようなことも恐れずにですね、非常に率直な意見交換が行われて、普段なかったくらい時間を延長して、また事務局から提案された文書に対しても修正案が提出され、それを調整した最終案が出るといったですね、非常にダイナミックなプロセスを経て意思統一が図られました。で、これは非常に頼もしい動きだと思いますので、私も積極的に参加していきたいと思います。ありがとうございました。
朝日新聞の赤井です。すみません、またちょっと競馬の話に戻ってしまって恐縮なんですけども、競馬組合の情報公開に対する姿勢についてお伺いします。現在のですね、組合の再建をどのようにやっていくかという道筋を細かく書いた計画が、トップページから今年度に入って外されたと思うんですけども、過去のトピックというところからずっと辿っていけば、なんとかたどり着けるんですが、おそらく、一般の方が普通にページに入ってきたときは、とても目に触れるような場所にはないと思います。県のホームページにも詳しい説明は競馬組合のトップページにと書いてあるんですが、結局そこから辿っても見れない。税金を投入して、存続している団体の姿勢としてですね、これについてどう思われるのか、管理者というお立場から、お答えいただければと思います。競馬組合にはよくやってもらってると思ってます。今ご指摘になったことは、基本的にはホームページのデザイン上の問題であって、情報公開の姿勢が後退しているということは一切ないと認識しております。岩手日報からです。おはようございます。競馬について、意見をお伺いします。先ほど来、質問にもありましたが、今年度の計画、売上に対してですね、なかなかその実績が伴っていないと。知事はこの理由と背景についてはどういうふうに捉えているのかですね、お考えなのかですね、その点、ご説明お願いします。これは知事就任前から指摘していたことでありますけれども、やはり計画、その売上見通しが甘かったということがあると思います。従いまして、背景としては、やはりそのコスト削減ということへの抵抗感みたいなものがあったことも、売り上げをやや多めに見積もっていたことにつながっているかもしれませんけれども、さらに大きい背景として今私が感じているのは、その昨年度の競馬問題の議論は存廃問題という、存続か廃止かという形で、県民世論を二分していくような、県民を分断していくような形で議論が進んだと思います。しかしよく考えてみると、要は黒字で存続させればいいということであって、私も知事選挙の最中に多くの人から、タッソさん、競馬は廃止にしてくださいね、競馬は絶対廃止ですよという言葉をかけられてたんですが、その人に対して、じゃあもし黒字が可能であればどうです？黒字にした結果、そのお金をいろいろ県のためにも市のためにも使えるとしたらどうですと聞いたところ、黒字が出るなら存続していいと、大概廃止した方がいいという人は赤字だから廃止せよと、どうせ赤字に決まってるから廃止せよということであって、黒字であるならそれは存続した方がいいという、私が接した人たちはそうでした。ですから県民を統合していくような中で、どうしたら黒字で存続できるかということを、これは関係者はもちろんですけれども、関係者以外の県民みんなで取り組んでいくことができれば、より着実に前に進んでいけるんじゃないかというようなことを考えておりまして、一種そういう県民が分断されるような中でいろいろ議論が進んだ結果、計画にもちょっとうまくいかないところがあったのかなと推察しています。私がお聞きしたかったのはですね、330億、税金投入して存続決まりましたね。で、新年度から、新しくスタートを切ったわけなんですけども、それでさえも、なお、計画値に対して5.4%下回っているという状況についての、実績についてのですね、再スタートを切った中でも、そういう厳しい状況にある、この理由と背景というのはいかがお考えですかということをお聞きしたかったんですけど。
売上の額については経済社会的な事情というものもあると思います。もちろん売上を増やす工夫の余地、努力の余地はまだまだあると思いますけれども、売上増のその努力不足、関係者の努力不足で売上が下がってるっていうよりは、経済社会的要因の方が強いんじゃないかと、印象としては思っています。ですから問題はやはりコストの部分なんだと思います。売上に見合ったコスト削減ということをやはり、もう一段やっていかなきゃならないということだと思います。競馬とはまた別なんですけれども、先週ですね、各部局のその業務説明とか、あるいはその沿岸の市町村長と意見交換を通じまして、知事はその喫緊の課題、県政課題というのはどういうものがあるのか、いうふうにこう捉えているのかですね、その辺現段階でお答えできるものがあれば、ご説明お願いします。やはり県民所得の低迷というのが大きな課題です。また医師不足問題、あるいは医療体制の問題というのも、これも喫緊の課題です。まずその2つが大きいなと思っています。岩手日報の熊谷です。岩手競馬についてもう一度お聞きしたいんですが、先ほどホームページの情報公開という点もあったんですが、売上の計画費の公開についても今年度2週間に1回と前年度よりも少ない回数に減っているんですが、今後組合のですね、そういう売上の示し方、また新たな売上増加策、コスト削減策なんかの示し方、県民に対する情報公開をどういうふうに進めていくかということについてご所見をお伺いしたいんですが、今ちょっと正確に思い出せないんですが、状況については問い合わせがあれば随時対応していたでしたが、昨年度に比べ今年度情報公開の姿勢が後退したということではないと理解しています。もちろんさっき申し上げましたように、むしろ県民を統合、県民が統合、県民統合ということをこう図りながらこの問題の解決を図っていくためにも、関係者のみならずすべての県民との情報共有ということは大事なので、そのホームページの作り方も含めて工夫の余地はまだまだあると思っています。朝日新聞の橋本と申します。先ほどの競馬のですね、売上の話なんですけども、その運営協議会等で見直していくという話がありましたが、競馬の場合、その知事、よく四半期とおっしゃってるんですが、確か競馬の、年の数え方だと5期になってるんですよね。で、1期が5月終わりで、2期が確か7月終わりだったと思いますが、それぞれその時期に運営協議会やるんですけども、1期に関しては、先ほど来出てますように、売上が計画を下回っていると。その2期以降のですね、修正計画というのはいつ頃までに作るんですか？関係者との協議の中で決まっていくと思います。でこの競馬運営協議会は競馬組合、そして、県と西以外にも競馬事業に関わる関係団体の皆さんにも参加していただいてやっていく仕組みになっていますので、まずは目標に対して
これだけのパーセント売上が下回っているっていう事実を共有するところから始まって、そこも県なら県からこう押し付けていく形ではなく、関係者さらにはこう県民として、共に悩み共に考え、そしてその中で、例えば早い段階で思い切った変更していこうとか、あるいは、まず今の段階では売上に達しない数字に合わせた対応で、さらなる削減については様子を見ながらとか、いろんな、そこは最終的に黒字を出すやり方っていうのはいろんなやり方があるんだと思います。でそれをなるべくできるだけ関係者合意の上で県民も納得できる形で進めていくということになると思います。5月の終わりの協議会で、例えば、まあ、県なり、まあ、管理者としてですね、修正計画を出すということはないんですね、そうすると。修正計画の具体的な出し方については、競馬議会に最終的には諮られるわけですけれども、その辺の手続き的な段取りについては、まあ、そのルールに従ってやるということですね。その競馬組合議会の決定が必要なことについては、その競馬組合議会の決定で対応するし、関係者の努力や工夫で対応できるところについては、随時そうしていくというふうになると思います。確認なんですけど、先ほどの答えで思い切ってその修正をするか、売上減少に見合った計画に、コスト削減とかをやるか、まあ、いろんな方法があるとおっしゃったんですが、そうすると修正ありきじゃなくて、コスト削減で、まあ、対応するっていうこともあり得るってことですか？修正っていうのは、その計画を修正しただけでは黒字にならないわけでありまして、黒字を実現するには売上を伸ばすか、コストを削減するか、あるいはその両方を進めるかということだと思います。ですから決断を迫られているのは、その部分でありまして、で売上を伸ばすということについては、こういうことをすればいくら伸びるというのはやっぱり不確定なわけですよね。経済社会事情、あるいはもうミクロに見れば、馬券投票する人一人一人のその瞬間の行動によって売上というのは決まるわけなので、ですから絶対黒字にするんだ、廃止にしないっていう趣旨からすれば、より確実に数字を動かせるコスト削減というところで、ある程度しっかりしたものを作らないとうまくいかないという認識のもとで作業が進むと思います。コスト削減の計画、まあ、追加でコスト削減しなきゃいけないと思いますけども、うん、それは例えば6月中とか、その早い段階でまとめられるんですか？そこをまた関係者で話し合いながら、また県民の皆さんにも考えていただきながら、多くの関係者が納得した上で、そして着実に進めていく形で進めていくということです。あと1点だけお願いします。先週 の, 沿岸と県北を回られた市町村との会合ですが、知事が公約でおっしゃっていた広域、地域振興ですかね、それについて沿岸南部と北部で、まあ、地域性が違うとかですね、いろんな意見が出たようなんですが、そういった首長さんのご意見についてどのようにお考えですか？それぞれこう住民の皆さんの
思いを反映させながらですね、真剣なご意見、また前向きなご意見をいただくことができたと思います。沿岸広域振興圏のあり方っていうのは、実は県の方でもまだカチッとした制度としてはまだ検討段階なわけでありまして、これもまたさっきの競馬問題もそうなんですけれども、どっちかが提案者で一方的に提案して、そして提案を受けた側とこう何か交渉ごとで進めていくというよりは、対等なパートナーとして一緒に悩み、一緒に考え、一緒に作っていくという姿勢で進んでいくのが筋かなと思ってまして、そういう第一歩としては成功だったなと思います。朝日新聞の南と申します。おはようございます。大連訪問について2点伺いたいんですけども、まず1点目はその訪問にあたって訪問によってどのような成果を上げたいというかということと、もう1点は人事面で交流する協定を結ばれる予定だと思いますが、この人事交流の効果というのはどういったところを期待されているのか、2点を お願いいたします。大連は今回は県民が草の根的に大連を訪問することと、知事がトップセールス的に、あるいは地方外交のような形で訪問するというのがこうセットでありまして、そういう県民的な広がりを背景としながら、県として大連との関係発展に強くコミットするんだという、そういう意思をはっきり示し、相手に伝えることが大事だと思っております。人事交流については、やはりグローバル化の中で岩手県民の所得をこう一定引き上げていくためには、世界と直接つながっていくところを作っていかなきゃならないと思っています。世界と直接つながっていく中でも、やはり日本に近接する東アジア諸国との関係っていうのは大きなチャンスだと思ってますし、大連がいわばゲートウェイ、いわゆるゲートウェイとして中国全体への入り口、東アジア全体への入り口、大連という市はそういう役割を果たせるところだとも思っていますので、そういうところから岩手がこれはまあ中長期的にもそうですけれど、今目の前の危機を突破していくためにも、そういうところから世界に出ていける、世界を見れる人材っていうのを岩手として増やしていく、またその人当該人事交流のその人だけではなくて、その人の影響といいますか、県庁全体にそうしたマインドとかビヘイビアとかが広がっていくことを期待しています。読売の東です。先ほどの4大広域振興圏の件で、お伺いします。先ほどのお答えの中で、今後市町村とともに一緒に悩み進めていくというお考えを示されてました。つまり基本的には今までその訴えられてきたことを、進めていくというお考えだと思うんですが、ただその一方で、反対意見が根強い場合にはこれを見直す、あるいは撤回するというお考えはあるんでしょうか。対外的に、外から見たときにやっぱり岩手沿岸は一つというところがあると思います。その4つの広域振興圏をフロンティアとしてビジネスチャンスの拡大や、また県民
経済、県民生活の新しい可能性を広げていくためのそういうフロンティアとしての位置づけということについては、変える必要はないなと思っています。これからですね、1期目4年間でその4大広域振興圏づくりを進めていくにあたってですね、そのどういったタイムスパンで何を進めていくのかという部分がまだ具体的に語られてないと思うんですけれども、その辺を県民に分かりやすく説明してもらえますか。そうですね、まあ、実は、平成の22年ですか、私の任期が終わる頃までのその基本計画というものが今進行しているわけです。で、その中で過去4年間増田知事の40の政策というスローガンのもと、その基本計画を推進していくためのその4年間の集中的な政策プランが作られたわけでありますけれども、その今後4年間のプランについて秋の県議会には出せるように作業をスタートしたところであります。したがってやはり任期4年の中で一つまとまった成果を出したいと思っていますし、それが今県で持っている長期計画を推進していくことにも資すると思っていますので、まず具体的なそのプランのレベルとして示していけるのは今年秋の議会かなというふうに思っています。朝日新聞の中井です。たびたびで恐縮なんですけども、ちょっとまた競馬の話に戻ってしまって申し訳ないんですが、私もこちらに来てまだ間もないんですけども、まあ、3月に吸ったもんだの末に存続が決まってですね、でそこから、今年度だからもうそこから1ヶ月と経たないうちに、先ほど他の方のお話でも出ましたけども、達成度の計画費が出る間隔が長くなってしまったりとか、それの大元になるグランドデザインの再建計画の部分がトップページから外されてしまうというのは、前進ではないことは間違いないと思うんですが、その知事は先ほどその、競馬組合はよく頑張っていると、交代しているとは一切思わないというお話だったんですが、どういう根拠でどの部分どういうふうに努力している部分を持って、交代していないというふうに判断されているのかお伺いしたいんですが。まず3月の吸ったもんだっていうところから話を始めましょう。やはり県議会の半分が反対、一時は反対というふうに決まって、そして、修正案というんですか、議員提案があって、でそれも過半数ギリギリで、成立で、そのプロセスはやはりこう県民意思の統合というところから見て、やっぱりうまくいかなかったんじゃないかなというふうに私は思ってるんですね。ですから、そういう中で今の新しい競馬のその改革計画というのはあるわけですけれども、これをそれがその3月から4月5月と
経った時点で、その計画の売り上げに今現実として売り上げが達していないっていうことは、やはりもっと県民の意思を統合していく、そういう中でものを決めたり進めたりしなければならないっていう、これ一つの大きな教訓だと思います。で、私は知事に就任して3週間経ちまして、5月1日の初登庁の日から事務の副管理者、事務局長に会って、競馬の問題について、やり取りをし、そこから管理者として私も仕事を始め、そして昨日も水沢競馬場に赴きまして、管理者としての訓示をしたところであります。そして、昨日の訓示の中でも申し上げました通り、知事に就任してから今日まで私は一日たりとも競馬のことを、競馬問題のことを考えなかった日はありません。そういう私の覚悟を競馬組合の人たちはしっかり受け止めています。そういう実感から先ほどのようなお答えを申し上げたところです。すいません、売上等については、今の状況とかもありますし、地方競馬の厳しい状況もあると思うんで、それについてどうこうというつもりはないんですが、そうではなくてその組合の気持ちを受け取ったということなんですけども、例えばこういう部分では積極的に情報を出そうという姿勢を示しているとか、例えば今後こういうふうにやって県民の人が見たときに計画の状況が分かるようなアイデアを考えているとか、そういうちょっと具体案の部分で何かないのかなと。そこは管理者がいちいち言うよりも、もう実際見ていていただきたいと思います。じゃあ具体案がどうだっていう説明を受けたから、その情報公開が進んでいるというよりも、その熱意というか気持ちの部分でその知事の気持ちをよく分かってくれていると、そういう部分で交代していない、そういうふうにお考えになっているという理解でしょうか。管理者に対する質問に対し管理者としてお答え、してそういう答えになりました。ありがとうございます。岩手日報の山本と申します。よろしくお願いいたします。先ほど知事は喫緊の課題として医師不足問題を挙げていたんですけれども、今伊沢病院での産婦人科医の問題とか、あと大船渡病院、宮古病院での循環器の医師不足の問題などありますけれども、改めてその県内での医師不足が深刻化する中で、医師不足問題と地域医療確保に対しての知事のご所見と、あと昨年9月に医師確保対策室を設置して今医師確保に県は取り組んでいるんですけれども、何かその他に知事として新たにこう取り組もうとしている具体策などあれば教えていただきたいと思います。全国知事会の機会に東京に行った先週の金曜日に菅総務大臣にも面会しまして、まずこの医師不足、医療体制の問題について、これは国としても何とかしてもらわないとならないということを伝えました。それに対して政府与党でも今いろいろ議論しているところで何かはするというような答えがありました。で、非常にこう危機的状況といいますか、深刻な問題だと思います。でしかもその簡単に解決する問題でもないというところがありまして、
何か定期的な人事異動みたいなことで対応できることでもないですし、何か急に採用を増やすみたいなことで対応できることでもありません。ですから本当にいろいろ調べてみれば調べてみるほど本当にこう具体策が立てにくい、即効性のある施策というものが非常にこう難しい問題だということを痛感しています。そういう中で本当に当面の応急措置的なこととすれば、県立病院の医師配置の見直しといいますか、応急措置的に整理を図るということをとりあえずしなければならないと思っています。根本的には医療や医師問題に対するその認識不足の問題っていうのが、これは私にも今まであって今もあるんだと思いますし、また国の側にも大きく、今の政府にも大きくあります。国全体として医師は不足してないという見解が今でも生きていますけれども、本当であれば面積の広い地域、人口密度の低い地域はそうでないところよりも人口当たりの医師数が多くなければならないはずなんですね。その急患が駆け込むということを考えれば、住んでる場所から近いところに医療施設がないとダメなわけで、人口密度の高い都会であれば少なくて済む、かえって少なくて済む医師数が、人口密度の低い地方であればこそ多く必要であるということがあるはずなんですけれども、そうした理屈はいまだに行政、国の行政のベースにはなってないわけです。でもう一つ私が最近気づきましたのは、岩手の医師数そのものは増えてるんですね。医師数そのものは増えてるんですけれども、医療の現場はその細分化といいますか、科目が細かく分かれていくようになっているので、昔であればこう診療所に何でも見れるお医者さんが一人いて、もう内科だったら何でも見るし、外科も見る、目や耳も肌って見るとかっていうことが昔はあったんだと思うんですけれども、今はもう同じ内科でも呼吸器と消化器はこれはもう違う人、少なくともそこに2人必要とかですね。で同じ消化器でも食道、胃、それぞれによって専門分化が今進んできている。ですからそういった時代に合わせた医療をしていくためには、本当は医師数っていうのはどんどん増やしていかないと対応できないはずなのに、そういったことも前提になってないわけです。で、まあ、そういったところから考えていくと、医療に関する人的、物的資源、またそこに必要な予算というのは、じゃあどこまで必要なのかということも、これはやっぱり真剣に考えなきゃならないんだと思います。
本当に最先端の医療を受けるためにはこう外国に行かなきゃなんないとかですね、でそういう外国に行かなきゃなんない医療を本当に日本の津々浦々まで徹底して広げていこうとすれば、あの莫大な人的資源、物的資源、お金がかかるんだと思います。そういった中でその医療に関する科学技術の発達っていう軸とはまた別なところで健康とか幸せとかを実現していく、そういう理屈をですね、やっぱりこう自治の現場の中から作っていく必要があると思います。そういう意味ではこう非常に抜本的な医療改革ですね、本当のその医療改革、金目のその足りなくなってきたのをどう調整するかとか、あるいはそれよりはより深刻なんですけれど、医師不足、人の問題、そして医療体制、施設の問題、それらを全体を包み込んで、さらにさっき言ったような健康感、幸福感とかのところまで視野を広げた抜本的で本質的な医療改革っていうものを、これは待ってても国からは降りてくるような問題じゃなく、本当に地域に根ざした自治の現場からこそそういうのを作っていかなきゃなんないなってことを今痛感しています。ですから、そしてまた無縁なようではありますけれども、そういう本当に抜本的で本質的な自治の現場からの医療改革っていうのに見通しがついていくようじゃないと、今目の前の医師不足問題、産婦人科医師不足問題っていうことにも本質的な対応はできないんで、で、まあ、話が戻りますけれども、とりあえずはこう応急措置的なことでやりくりしていくしかないんですけれども、安心安全を確保できるために県庁としてもより本質的で抜本的な改革への取り組みということを進めていきたいと思います。わかりました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。では時間の関係もありますので、あと1名。すみません、河北新報の安野と申します。先週 の、 その、沿岸の市長さんとのですね、お話し合いの中で、沿岸部については東南じゃない、ごめんなさい、アジアだというふうに位置づけているというふうにおっしゃってですね、で ASEAN の話なんかもお出しになっているんですけれども、そのアジアの意味合いっていうんですかね、それとそれから、まあ、そういった ASEAN とかですね、そういった発想ってなかなかその住民の人たちにですね浸透できるかどうか微妙なところはあると思うんですが、どのようにご説明していくのかということを教えてください。まあ、1回聞いただけではえっとびっくりしてなかなかこうストンと落ちないと思います。ですから、まあ、アジアに例えるっていうのは一つの切り口でありまして、まあ、他にもいろんなやり方でその沿岸っていう広域の可能性、っていうのをこう一緒に考えていきたいと思います。よろしいでしょうか。それではこれをもちまして記者会見を終わります。はい、ありがとうございました。